はい、こんにちは、ちちちゃです。今回はこちらの方。はい、どうも、ごとまきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔いたします。なんとまたごとまきさんとコラボさせていただくことになりました。ありがとうございます。なんかもう本当にいつも助けていただいて。この後あれですよね、2人でライブ配信で、そうですね、でライゼクスに行くんですけど、うんうん、なぜか先にメルゼナに、そうなんですよメルゼナにね、今回は挑戦したいと思っております、うん、はい。お父さん、メルゼナご経験全くないんです。初めましてです。初めまして、うん、体験版の経験ないんですよ、ね、今回もう本当に初めましてなので、はい、うん、あなた一体どんな動きして私をやっつけようとするのっていう感じです。めちゃめちゃ強いし今までなかったようなモーションもあるんで、うん、ぜひ楽しんでいただければなと思います。武器もやっぱモーションがちょっと追加されてたりとかするんですよね、うん、そうですね、なのでもう本当にどうしようってとりあえずなんかさっきハンマーを数分触ってみたものの、はい、うん、何がどう違うのかなっていう感じでポワポワしたまんま今ここにいます。私ちなみにメルゼナソロ動画できました。112回112回かかりましたけど。いや、112回ってどれぐらいの時間がかかってるのかが気になりますよね。多分15時間ぐらいかかったかなと。私がもっとプレイヤースキルがあればよかったんですけど、そんなこと言ったら私なんてもうミジンコみたいになっちゃいますよ。いやいやいや、じゃあ今日は頑張って2人で、やっぱ1人に比べるとピアの方が1人当たり ね、減らさなきゃいけない体力が少ないので、私タゲも分散されて回復もね、チャンスができるというね。そうです、そうです。お供もいます、ね、確かに。そう、なるべくじゃあ、はい、体力をちゃんと削れるように立ち回りたいと思います。よろしくお願いします、はい、お願いいたします、 お願いします。頑張ります、頑張ります。いやー、メルゼナさん、初めましてなんですね。本当にもう大丈夫かな。なんかイラストみたいなの見ました。はい、PV とか。あ、 PV は見させていただきました、うん、じゃあその吸血鬼がモチーフだっていうこともご存知？いや、そこまでは把握してないですね。あ、なるほど。メルゼナさんはなんか吸血鬼がモチーフで、首元についてるこうヒルみたいなのを、うんうん、使って栄養を取るみたいな、なるほど、モンスターなんですよ。あとなんか壁に登るのにかける虫が必要なくなったので、サンブレイクから。へえ、そう、それも結構便利かなって思ってます。いた、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 いました、いたよー。あ、見つかった。すごい。なんだなんだ。え、ターゲット。ターゲットを選択。あ、え、あ、投げてきた。なんだなんだ。何を投げてるの。よいしょ。もう動きを見てるだけで。私は。よいしょ。よし。はい。これはまだ怒ってないんですか、ね、これはまだ怒ってないですね。怒ってない状態です。やべー、やめて、なんか、なんか変な、なんか、なんか身が包まれちゃう。これがヒルみたいなやつなのか。そうです、そうです。あー、なんだこの尻尾攻撃は。危ない、地面から尻尾が湧いてきたぞ。よいしょ。結構モーション変わってますよね、いろいろね。確かに特殊な感じ。なんだこれは。あ、ヒオギカワズが発動してます。よいしょ、おしょ、危険だぞ、危険だぞ、危険だぞ。あ、怒りました。あ、怒ってる。あいて、わお、あー、ちゃーちゃーちゃー、危ない。ちゃーちゃーちゃー、そう、危ない。逃げる、危ない、よし、危ない。なんだなんだこれは。これ追いかけてくる玉です。鳥みたいなのを出して。そうです、そうです。これが吸血モードみたいな。あー、なんだこれ、うわ、めっちゃ強い。そう、攻撃力も高いんですよね。尻尾攻撃すげえ。危ない、危ない、危ない、やめてくれ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 、私を殺すぎる、やめてくれ、私を倒す。今、状態異常になってますよね。赤く、もやもやしてる。そうです、そうです。うわ、
この状態以上の時はあの、はい、飛躍とか回復薬グレートとか飲んでもあんまり回復しないんですよ。あ、そうなんですね。あ、本性見せました。本性、本性。そんな、これ尻尾攻撃が2回連続になります。人格が何個もあるの。何個もある。そんな、はい、オッケー、したんです。ナイスナイスナイス。今です、今行きましょう。素晴らしい。ダメージダメージ、今こそ今こそ今こそ、えい、行けます、行けます。ナイスナイス。あ、移動しました。このモードになるとめちゃめちゃ強化されるので、あの動きとかも今まで1回しか攻撃してこなかったものが2回攻撃してきたりするので、結構気をつけないと被弾が増えてしまいます。あと一撃でやられたりもするんで気をつけてください。怖いですね。怖いです。よーし、いくぞ。起きた。これ一撃なんで気をつけてください。えぇ、ー、はい、あれ、あ、これ新しいお肉靴っていう、これ見えます、糸がはいついてるんですけど、はい、あ、出た。なんだ今の、びっくりした。これ、あー、今失敗しちゃった。失敗しちゃったんですけど、本当であれば、はい、これを引っ張って壁ドンみたいなのできるんですよ、アイスボーンみたいに。え、あと10分でやれって。そう、15分クエストなんで時間制限も。あ、来ました、総流。ナイスです。これちょっと隣にリオレイヤちゃんがいるので、はい、そこまで連れて行きます。あ、いるのね。そうそうそう、せっかくなんでレイヤちゃんにぶつけてダメージを稼ぎます。そんなに攻撃当たってないのかなっていうぐらい切れ味は満タンです。あ、そうそう。いや、違います、違います。これはね、狩猟兵の新しい戦律で切れ味継続回復っていう戦律があるんですよ。強い。そう、これのおかげで飛ばなくていい。そう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 、飛ばなくて。よかった。じゃあ私が全く攻撃してないわけではないですね。もうどんどん気にせず攻撃を当てていただいて大丈夫です。おー、素晴らしい、はい、ナイスー。おー、ナイスレイヤー。あ、多分今お腹がちょっと減ったのかな。なるほど。あー、うわ、なんだこれ、やられたー。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、ちょっと待ってくれー。やめてくれー。後藤さん、飛躍ありますよ、飛躍。飛躍飲みたい。飛躍飲んでください。あー、ナイスー、生き返った。私は生き返ったぞ。よいしょ。あ、これ危ないです。一撃なんで逃げてください。逃げて逃げて。まずい、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 まずい。逃げて逃げて。なんか岩がなんかもうドロドロになってる。ドロドロになってるところで、クラッパー。ドン。すごいですね。やっぱ初見なのにこんなに避けれるんだ。すごすぎる。ああ、強い。私が力尽きてる。やばい、ちょっと後藤さんにキャリーしていただいてる感じで。よく力つきませんね。いや、なんか、はい、相当チキチキなんでしょうね。いや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 、私が力尽きちゃってるんで2回、もうあと1回力尽きたら終わりなんで気をつけていきます。オッケー、そこ私も最後力尽きそうなら私も。いやいやいや。いや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 、よいしょ。もう目がにょ、すごい見開く。あぶない。あー、どれだー。これだー。すごい。何がありました。今尻尾でぶっ刺されました。あー、強いですよね、ほんとね。強い、これは強い。いや、でもすごい、私が入浴してる間に一回も力つきませんでしたから。もうなんかもう新モーションっていうか、もう怖すぎるモーションが多分多すぎて、もう初めとか遠目の方からこう様子を伺ってましたもんね。でもそれ正解です、毛髪として正解。え、なんかいけそうな気がしてきました。ああ、よし、またいいですか。頑張ります。やった、お願いします。
よし、マルチの時はもう同じ右に絶対湧くので、うん、右のあの5番に絶対湧いてくれるので OK です。はい、こう行ってで、あそこでかきり虫を取って、うん、人を玉取りを回収しながら向かうのが良いかと思います。ちょっとね、防御力とか体力とか上げていくと、こう一撃で力尽きるものも減るので。そうなんですよ、ちょっとだから我々強化されてたんですよね。確かに、そうそうだ、そう、それでも強かった。そうなんですよね、エルゼンダ君強い。後藤さん、これ、はい、取ってもらってもいいですか。これこの、ここにある、ああ、この変幻かける虫、くれないか紅かわかんないんですけど、があって、これ取るとなんかかける虫スキルのかける虫使いレベル3ぐらいの効果があるんですよ、はい、まあちょっと違うんですけど、なのでぜひ取ってください。3分ぐらい効果があります。もうそう、これはサンブレイクからの新しい要素です。来た、はい、危ない、怖い、座れる、はい、座れるわ、あ、いた、いた、ちょっとここあれですよね、狩猟しづらいですよね、段差とかがあって、怖、怖い、怖い、怖い、体がめっちゃ動く。わかります、めっちゃわかります。あ、これ危ないやつ、あダブルオツ、痛いよ。あ、メルゼナ移動しましたね、こー強い。確かにこれは強い、強いんですよ。うお、すごい減った、すごい減った、めっちゃ減った。あ、しかも豪傑エラレになってますね。怖いやつだ。そう、回復しないやつ、やばい。生命の粉塵だと、はい、関係なく回復するので、あ、そうなんだ、凍結やられになってしまった時は生命の粉塵を使っていただくなどして。なるほど、なるほど、はい、それはありがたい情報。うわ、はい、危な、よいしょ。危な、 OK、 あ、ナイス、いきました、いってらっしゃい、よくも、よくもやってくれたわね。よくもやりやがって、よくもやってくれたわね。オッケー、スタンも取れました、ナイス。このメルゼナの赤い部分に攻撃を与えると、このあの強化状態みたいなのを解除することができるので、そこを狙っていただいて、はい、ナイスです。これはお供が、ナイス、お供激流走しましたね、お供強い、はい、オッケー、すごい、スタン、スタン、すごい、はめてるわ、いいぞ、あー、すごい、ここに来て何かが、何かが、モンハンの神様が、辻元さんが降臨してる、よいしょ、ないぞ、危ないぞ、この辺も危なかったぞ、とても。OK、 あ、逃げた、移動しましたね。またじゃあ、行きます、サブキャンプ、めちゃめちゃ危なかった、めちゃめちゃ危なかった。もう何の攻撃でも割と危ないですもんね、ウルゼナは。そう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 、うわー、怖いですね、何年か、いやー、お怒り、お怒りました、お怒り、見えない、見えない、あー、うー、あー、危ない、フレーム回避しちゃった。あ、風圧、よいしょ、あー、ダメだー、ごめんなさい、ごめんなさい、悔しい。まあでもこういうことなんでしょうね、難しい、いやいやいや、私がまず力尽きないように、いや私も最初の2人同時に運ばれてね、本当に仲良しって同じ攻撃を同じタイミングで食らってるってことですもんね。あれは本当に強いんですよ。はっ、あっ、危ない、はい、オッケー、取りました、よかった、スタン、スタン、よかった、早い段階で取れて、危ない、焦る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 、危ない、怖いやつ、
全重視にしてたのに。お待たせしました。ごめんなさい。おかえりなさい。ごめんなさい。お待たせしました。大変お待たせしました。頑張ります。2倍働きます。見えない見えない見えない。危ない。分かってても避けれないんですよね、このコーンと狭いとね。一発目食らうともう無理でした。そう、あ、めっちゃ分かりますそれ。でもメルゼナテアラはマナは使えないタイプのやつね。そうですそうです、固有種なのでマナは効かないんですよ。私も一回試したんですよね、初見プレイの時。あ、マナ無理じゃんつってめっちゃコメントで指摘もらいました。よいしょ。使えるものはね、いろいろ試してみたかった、試してみたかった。おぉ、あぁ、あぁ、何が起きてると私は。あ、なんかよくわかんない。あぁ、あぁ、ちょっと、あぁ、間に合わなかった。ごめんなさい。もう生命の粉塵を目の前に戦闘してるのに。なんか武器のモーションがいつもと違うモーションになって、それにやられてました。100面まだらですかね。100面まだら、スタミナが一定時間減らなくなる。なんかバグってる。うそ。バグってる。あ、本当だ。かわいい。壁でもがいてました。よし、はあ、生還しました。ナイス。素晴らしい。一番大切。あ、やばい。申し訳ない。連れて行かれて。なんかめっちゃ後藤さんのこと狙ってましたね、メルゼナ。狙われました。あ、移動したかな。後藤さんのとこに行きましたね。いっつって。正しい使い方。覚えたてみたいな。残りあと10分。絶対に倒せ。オッケー。あー、おー、ナイス。ナイス。オッケー。あ、隣にレンヤさんがいらっしゃってるの で、 オッケーです。せっかくなので行きましょう、一緒に。はい、行きましょう行きましょう。レンヤさんは毒状態とかにもしてくれるんで、結構ね、体力を削ってくれるはず。よっしゃー、これでかなりダメージは与えれたかなと。お、しかも、あ、いけそう。もうちょっとで。よっしゃ。はい。あー。うぃー。まだ、まだ、まだ、まだ。オッケー、スタート。素晴らしい。ギリギリ。いけるいける。やったー。ナイスです。オッケーです。第一変化。よいしょ。封じました。ナイス。多分あと1回変化するぐらいで討伐できる体力かなーみたいな感じなんですよね。なるほど。はい。やばちゃんに。ナイスハモりましたね。よいしょ。はい、ナイスナイス。よいしょ。オッケー、やったー。今だ今だ。痛い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 。危ない危ない危ない。危ない、危なかった、危なかった。オッケー、ナイス。これもうちょっとですよ、きっと。ナイスナイス。このタイミングはもうちょっと頑張りましょう。頑張りましょう。ほらー、ういっ、いけるいける。うわー、ちょっと横になっとこう。うい
いやちょっとちょっとちょっとそれまずいそれそれはまずいそれはまずいスタミナあーっ私がもうやらかすやらかすのがもう見えてる後藤さんが決めてください私のがもう見えてるあー決めてください後藤さんやらかすのが見えてるよいけますああ怖いわもういけるいけるああ移動したよかったあ移動したオッケー近い近い行くぞさあ時間危ないですけどねあともうほんと少し強すぎる暴れすぎてるうわやばい危ない危ない危ないやめて危ない危ない本当に危ない怖い怖いちょっと待ってそれあかん怖い怖い怖い移動すると思ったのにふぅふぅあぁ怖かったやめやっちゃった先輩でーす後藤さんすごすぎ本当にマジですごいよく力尽きないですねほんとちょっとやばエルデンリングで鍛えられたかもしれない、うん、これでサンブレイクは後藤さん進撃できますね進撃できるのかなみたいな私はダメだかもしれないけどいやなんかもうハラハラしましたね、はい、本当ですねおつ、メルゼナどうでしたお疲れ様でしたいやでもなんかやりがいはありそうですね、うん、なんか攻撃パターンがでももうちょっと把握できたら、うん、なんかうまいこと隙狙っていけそうですねそうですよねなんかハンマーとかのやっぱため攻撃で、うん、こうせっかくためたのにここ入れてみようと思ったら食らっちゃうみたいな、うんそういうのがね、まだなかなかこう掴めないんですけれども、うん、でもなんか面白い攻撃いっぱいあったんで、そうですね。まあ体験版なんで特別難しい仕様にはなってるんですよ。まあアイテムもね、はい、そうだし、装備とかのそういうスキルもね、そうなんですよ。好みではないやつとかもね。15分制限とかも今回は私が全部落ち着いた。制限時間とはみたいな。感じですけどいやー嬉しかったですなんかこういろいろ教えてもらえるんで隣にいてもこれが危ないんだとか、うん、なんかこうしてくださいとかあると、うん、あなるほどみたいな感じでできるの助かりましたいやーサンブレイクは後藤さんに抜かれないように練習が終わりますそんなことはいや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 もう本当にということで今日は本当にありがとうありがとうございました楽しかったです後藤ちゃん後藤ちゃんすいません本当に後藤さんのチャンネル略して後藤チャンネルみたいなありますよ後藤チャンネルっていうのあのごまきのね、はい、ギルドの方にも、はい、疲労の様子が動画でアップされてますし、はい、あとこの後ライブ配信、ね、そうなんですよ生配信もしますの でそれのアーカイブもあります、うん、チャンネルの概要にね両方リンク貼っておりますのでぜひそちらから見に行ってください、はい、お願いしますお願いしますということで今回は以上です、はい、最後までご視聴誠にありがとうございました励みになりますチャンネルの登録と高評価ボタンのポチをお願いしますお願いしますどうもありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔しました。本当、力尽きてばっかりで。またね。練習します。